おはようございます。おはようございます。 LA 2日目でございますよ。2日目ですね、はい、何やるか自体知らないわけじゃないですか。そうですね。予想してください。2日目雨です。2日目雨のニュー、ロサンゼルス、ビバリーヒルズ。ビバリーヒルズといったらやっぱ青春白書ですから、そしたらもう我々はデニムを履いてチャリンコに乗らないといけないですよ。大ちゃんの予想は。私の予想ですか、うん、私の予想は、まあ、今日どうやら朝8時じゃないですか今。そうね、早いね。遠出をするんじゃねえかと俺は思っておりますよ。ああ、なるほどね、うん、なんかすげえドエレお昼を食べに行くんじゃないかなと俺は思っておりますよ。お昼、あ、カリフォルニアといったらさ、カニじゃない。え、そうなんすか。カニですよね、きっと。あ、それ食べたい。カニだよ、カニ、海鮮で多分、じゃあカニで、マミさんが、あ、お腹空いたな、取れたての食べたいなって言って、俺らが潜る俺、知らん土地の海潜ってカニ取ってるやつみたい、引くねんけど。おはようございます。おはようございます。朝でございます。朝でございます。2日目でございますよ。2日目でございますな。どうですか昨日ね、はいはい、ホテルにあるなんか有名人の人とかがよく行くっていうバーに行ったんですよ、はいはい、マティーニ2杯行きまして、はい、ぶっ潰れましてで、まだロスにいること言っちゃいけないんですけどツイートしちゃってよ。朝気づいて、あれなんでツイートしてんだろうと思って、ちょっといろいろ俺やらかしちゃったみたいでちょっと反省してますけど僕のルンゴどれ、うん、のキムケンのがね、うん、これそれ。じゃあルンゴこれか。こちら全部4つともルンゴございますそう、ルンゴだらけ。ルンゴだらけです。4ルンゴ。このルンゴめちゃめちゃ美味しいね。ルンゴってね、日本だとあんまり馴染みがないんですけど ね、エスプレッソにミルクにフレーバー入れるのがルンゴなんだね。らしいですよ。ただ、多分本来のルンゴは、うん、エスプレッソを水で割るっていうやつだと思うんですよ。あ、そうね。これでもミルクで割る、うん、で、おばあちゃんが、うん、いや、わかんないんですけど You try? みたいなこと言ってきた。あ、そうそうそう、あ、聞かれた。なんかね、水、お湯かそこにあるなんかスチーム、冷たいミルクかホットミルクかどれにするって聞かれたの、うん、で、あ、ホットミルクでって言ったから、俺普通のカフェラテにただフレーバー入れただけだからそういうことなんだ。聞いてない。あ、そういうことか。聞いてない、はい、これインサート面白いな。そういうことで、はい、2日目、はい、やってまいりました。今日はね、雨ですから。雨のロサンゼルスなんですよね。まだ快晴な青空を見てない。でも今日昼以降は晴れるらしいんで、あら、ロスで過ごしたいな。ロスは晴れる。ロスは晴れる。ロスは晴れる。え、いやだから ロスに対することができたら晴れを変える。そうそう、ロスいやだからロス晴れる。そのまま雨雲と一緒に俺ら移動する可能性もある。いいよ。だってここチェックアウト時点12時なんですって。うん、で我々起きたので起きたじゃない、集合したの何時ですか。8時。朝の8時なんですよ。絶対どっか行くでしょ。遠出する可能性はあります。じゃあまずは、今日の予定ですね。予定ですが、まずこれだな。あ、これだ、ここだ、はい。今日の移動距離から移動距離ほらほらほら、絶対遠いんだって。だから3キロ、3キロ。では、本日の、あ、ごめんなさい、ちょっと待って。うん、大丈夫だ。え、ちょっと待って、すげえどうでもいいこと言ってさ、俺ここ夢で見た。怖い。よく見れたな。え、待って、やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。え、マミさん、はい、行きますって言った瞬間に、俺、これどっから見たことある夢で見た俺。それデジャブじゃなくて夢なの。あ、そうか、昨日やってるか。そうそう。ぶち殺す。本日の移動距離です。はい、移動距離です。では行きます。本日の移動距離、こちらです。430キロ。430キロ。ちょっと430キロってごめん、日本列島でどっからどこ知らん。静岡は通り過ぎますね。え、これ何どうすんの。どっちの方で、一体どこに行くのかっていうの、はい、あ、そうですか、はい、では、はい、本日行くところこちらです。出た出たラスベガス。一発書きの割には本当に綺麗に描いてそこじゃない。マミさんの一発書きはそんなこと気になるようにならない。だから4時間半から5時間かけまして、まずはノースプレミアムアウトレットというところに行きたいと思います。
ラスベガスから10分ぐらいのところにある、大きなプレミアムアウトレットがあるんですけども、そこに行ってちょっとお買い物しようかな。単純に楽しそう。普通に楽しみ。夜はちょっとせっかくですので、やっちゃいますか。ベガス？おー、来たぞ、俺。やば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 。どうした？いやもう水たまりやば。本当だ。これ渋滞になるわ。うん。ちょっとこの先ほんの一瞬渋滞します。あーすごい。見えない。見えない。これだこれだこれだ。あー見えない。あー見えない。早いね。めっちゃチェックする。こういうの性格出るよね。あ、いい、いい風が吹いてきた。どうぞ。北川さん、後ろにもね、エアコンついてるんですよ。もちろんここで調整できるやつね。ここで。うん。いや、触らんといて。どうなってました今。こうなってましたよね。風来るはずないじゃないですか。お。あ、ほんまや。ふぅ、これです、このベガス、ここで15、はい、15号線乗りました。おお、これね、カメラやから見えないとかじゃなくて、リアルに肉眼でも何にも見えない。もう見えない。ちょっと霧が覚めてきた。いやー、怖い怖い怖いね。これはすごいね。すごい霧。あ、ちょっと白やん。ホワイトアウト感がすごい。完全高速初の完全停止。ちょっと緊張感あるね。いいよ。これで渋滞解消か。これで渋滞解消、ようやく。すっきりしました。あ、待って、左晴れ間見える。見える。あ、本当だ、見える。本当だ。青空見える。あ、やっぱ晴れる。初めて見た。ガソリンないですよ。ないね。あと2キロ行ったらもうガソリン切れますよ。煽り方下手です。どんだけギリギリでやってんの。マーケット。閑散としてるわ、あのマーケット。手書きいいね。いいね。来た来た。うわ、なんか映画で見たことあるよ。どこ？わあ。ここどこでしたっけ？ベイカーっていう。ベイカー。ガソリンスタンド。スタンドですね。まあ、あれですね、ラスベガスに向かうちょうど真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらい。はい。あと180マイルぐらいですか。180マイル。結構寒いね。結構寒い。寒いね。結構寒い。はい。種類がレギュラーとシェルプラスとシェル V パワー。ガソリンの種類を調べてみてみますか。まだ何も書いてないけどね。マジで何なんやろ。じゃあ、はい、じゃんけんで。じゃんけん、はい、誰が入れるか。最初はグー。最初はグー。最初はグー。チェックポイント。私が、はい、入れさせていただきたいと思います。さあ、これ、はい、地球の歩き方。ポンプの横に車をつける。はい、これやりましたね。行きました。金融前に料金を払う、うん、併設の売店で支払う、ね、現金、クレジットカード、うん、売店に自分の給油ポンプ番号と自分が給油したい量の 金額をつけるパターン、うん、そう。右ですか。さあ、まずは、はい、はい、キャラウェイ。シュライペンナップ。そう、I drive and fill number 6. Gasolina? Gasolina. Yes. Okay, one pump, number 6? Number 6. How much? I fill. You tank? そうそうそう。いくらかになっちゃうかって。ああ、そう、気がいい数字でやらないと。じゃあ、50. Yeah, okay. I see you. You pay or he pay? Oh, the lady pay? Yeah. Yeah! After you pay me? きた。おお。では、はい、あ、すごい。はい、来ました。はい、行きます。はい、ビギン、はい、開始してください。あ、こいつなんか来る。どう？行きます。おお。
これ勝手に止まるのかな。勝手に止まると思います。あ、止まります。入ってないので。はい、止まりました。はい。どういう設計にしてんだろう、これは。刺すか。ちょっと刺すね、ぐっと。そう、刺した。はい、これで大丈夫です。OK! はい、ガッチリ行きました。はい、はい、お疲れ様でした、初の。テンフィーツ。てか、晴れてる。あ、あれだ。俺、初めてこういうアメリカ来るの。このなんかよくある映画のみたいなアメリカ来んの。映画で見たことある。うわこれミートローフとかある。うわおい、なんかドエレブン来ましたよ。うわそうでしょ。ひとかみさんはやばい、これアメリカン、オールアメリカンみたいなやつしてみたけどね。このポテトめっちゃうまそうっすね。アメリカンの調子みたいな。そういうことでしょ。ジャムシックバーガー。ナチョスのハーフサイズでございます。ハーフサイズです。あ、これハーフサイズ。ハーフサイズです。北川さんが一番すごい。ティーボーンステーキ。ティーボーンステーキ。玄米みたいな。玄米みたいな。ダブルチーズバーガー。ティーボーンステーキ。なんか急にめっちゃ辛くしたの。痛いよ。晴れてきた。手がすごすぎて、ね、反射してんだよ。反射してんの。え、俺が反射してんの。そう。俺が反射してるんでしょ。じゃあ、クリタ反射してクリタさんが見える。あ、なるほど。大緊張しますか。いや、初右、左ハンドルですから、ね、怖いよね。いいね、この角度いいね。マジで彼氏っぽいもん。正面がすごいよ。うわ正面がすごい。砂漠じゃね。ちょっと待って、これ何か。なんだあれ、蜃気楼みたいな。え、これ幻。絵がすごい、絵が。それ写真なんだ。うわすごいね、これ。なんでこんなに広大なの。どういう景色これ。この彼氏めっちゃいいやつやん。こんなおしゃれなとこ。イケメンすぎるやろ、こんなおしゃれなとこ。これが見せたかったの。そう、君のためにデニーズで時間を潰した一気に街並みっぽくなりましたね。ピラミッドのほら、見て、うん、うわラスベガスだよ。光ってる、不思議すぎるな、あの建物。すごい、来たね。ついに来ましたね、我々。ついに来ちゃったね。うわ、なんじゃこりゃ。すごい、なにこれ。これ一通じゃない、これ死にすぎます。お、キムケ、ちょっと待って、こいつだね。キムケ、ちょっと待って。おー、失礼。マジか、これはちょっとやばいぞ。そしたらば、U ターンか。一旦待って、 U ターンできる。西に進みます。ぐるっと行こう。いけるかな。ちょっとね、ここ行けないのか。よし、マジでごめんごめん。ちょっとそれやばいぞ。落ち着くんだ、落ち着くんだ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、来てないから。あれをじゃあ右しか行けないから。あ、今来たね、左から。まだ間に合う、大丈夫よ。オッケー、うん、ありがとう。その先、目的地です。入ると目的地らしい。これですか。来た来た、プレミアムアウトレット。着きます。着きましたね。プレミアムアウトレット。全然わ、これあれか、縁石がないんだ。ないかも。 OK、 ここで大丈夫です。はい、素晴らしい。無事に着きました、プレミアムアウトレット。ノースノースプレミアムアウトレットラインラスベガス。素晴らしい。やばい、素晴らしい。めちゃくちゃ広いらしいですよ。そうなんだ。一日で回れないっていう。これですからね。ただね、この広さ。これは大変。今ここなんですよ、皆さん。一日で回りきれないらしいんですけど、なんとこれ我々回る時間、マミさん何時間でございましたか。1時間22分です。少ない。1日で回りきれないものを1時間半で回ろうという。なるほど。1時間22分基本。とりあえず時間がないので、では
あと1時間20分ですね。はい、はい、では行きましょう。解散解散解散、気をつけて。はい、はい、終わりました。終わりましたね。終わりましたね。結果的に何分オーバーしました？1時間ぐらい。約1時間。もう一個発表していきましょう。大ちゃんがそれ。あと1個こちら。で、北川さんが、はい、私その3袋。こちら。こちら、ね。3袋買っちゃいましたね。で、俺がこれ。ダミーがすごい。なんそのダミー。これなんすか？マミさん。いや、お前のちゃうやん。すみません。さあ、今日泊まるホテル、はい、ホテルベラッジオでございます。おおおベラッジオ、オーシャンズビュー。やりすぎじゃないですか。やりすぎ、マジやりすぎじゃない。超嬉しい。ガイなテンションは。え、マジ、え、あれですよね、あのそうだよ、あれですよね。そうだよ、あれだよ。こうなってカジノが1階についてる。風水がこうなってるとこでこうなってるやつ。え、俺ちょっと入ってみないと分からへんの。いや、もう行ったらすぐ分かる。マジもう、もうあった。誰が、かつてないテンションの流れ方してる。超嬉しい。早く移動して堪能したいと思いますので、そうだ、もったいないも早く行かないと。はい、無事に着きます。はい、じゃあレッツゴー。どうも、アレッツです。どうも、アレッツです。レポルトです。勝ち組です。勝ち組です。今日を機にアレンさん生まれ変わりました。そうだね、完全に勝っちゃったね。いやー、あのラスベガスに行って賭けも何もしてないのに勝ちましたね。勝ちましたよね。